はい、皆さんこんにちは、浦川です。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお在宅確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品はこちら、 G&P フルメタル電動ガンベイビーモンスター、ストックレスの M4 コンパクト系ショートモデル。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、今回ですね、ザップ来亭さんよりレビュー依頼にてご提供いただきまして、現在本体はパドックで取り扱いがないのですが、こちらの方ね、カスタム依頼がされておりますので、カスタムのビフォーアフターをということで、まずはカスタム前のノーマル状態をご紹介していきたいと思います。カスタム後はまた別動画でね、ご紹介したいと思いますんで、お楽しみに。で、サイズですけれども、全長が約 400mm、高さが約 235mm、 インナーバレル長は約 165mm、 重量は約 2210g。 こちらですね、今ちょっとバッテリーが、外付けでついてるんですけど、本来ペックケースで、純正だとねついてくるみたいです。で、 7.4V リポバッテリーの使用が推奨となっておりまして、一応専用品が、ペックケースの場合は GPBAT005A っていうのがね別売りで売っております。こちらザップライテイさんはハンドガンポーチかな、ハンドガンポーチを外付けにして、非常にこう出し入れがしやすいね状態なんだけど、バッテリーは簡単には抜けないというね、 7.4 のね、ミニタイプのバッテリーがねスポッと入るように、設定してあると。この重さも踏まえ 2210g となっております。弾丸は 6mmBB 弾使ってください。動力源はこちら今ね、説明しましたけれども、本来はペックバッテリーケースに 7.4V リポバッテリーとなっております。相談数は130発のこちらのねショートマガジンが、一応これ今2個ついてたんですけど、色違いでね2個ついてたんですが、どっちなんだろう、2個ついてくるのかな、わかんないけど、はい、このようにねショートマガジン130連がついております。可変ホップアップシステム搭載、フルオート連発、セミオート単発切り替え式のフルメタル電動ガンとなっております。で、さて、このねストックレスで大変短くなっているのがね印象的なんですけれども、フルメタル製の高い剛性、コンパクトサイズの取り回しの良さで、インドアフィールドのみならずアウトドアフィールドでもね攻めまくるアタッカーにおすすめの一丁となっております。で、あとはねギアボックスの方も 8mm ベアリングとか、になっておりまして、でモーターの方は G&PM120 ハイスピードモーターが内蔵されております。で、あとはナイスタイプのトリガーガードとか、LA グリップで、あとはレーダーフォアグリップってね、これも元からついてくるそうです。まあ要所要所にスペシャルなパーツがね使用されております。で、ホップアップはチャージングハンドルを引いていただいて、こちらにねダイヤルが見えます。こちらで調整してください。で、サイトはこれもフリップアップじゃなくてね、純正でこのような形をしてるんですけれども、はい、フロントで上下の調整がねここでできて、あとはリアは、大小のねホールで、切り替えができて、あと専用の工具かな、専用の工具で左右の調整ができそうですね。セーフティーセレクターは左のみかな、はい、左側のみで、これが今セーフティー、セミオート、フルオートと、まあ普通の M4 タイプのね切り替えができるセレクターとなってます。それでは実際に打ってみたいと思います。はい、シューティングレンジやってまいりました。弾速の方を測っていきたいと思います。 76.37、 76.92、 じゃあ 5m、 ストックがないからねまあスリングとかねつけてこうピーンと張ればね、もうちょっと安定すると思うんですけど、 7m。 はい、じゃあフルオートいきます。
これ今ねノーマルな状態で、ザップライテイさんのこれ、ね、多分サバゲーでもシール貼ってあるんで使ってたと思うんですけど、まあアタッカーで結構接近戦になった時にはすごくサイクルもねそこそこ早いんで、使えるんじゃないのかなと思います。ただそこからね一応パドックカスタム、していただけるということなんで、またパドックカスタムをした後にね、どういう風に変わってるのかと。ただこのちょっとやっぱストックレスはねなかなか普段自分では使わないんで、ちょっとねやっぱ使えないでもこれは慣れでしょうね。もうこれだけで本当にアタッカーでガーッといくっていう人は別にこれでも構わないし、あとはまあちょっとこのサイトはねやっぱり狙いたいです。ストックレスだとまさにドットサイドとかつけた方が、簡単に狙えるのかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。皆さんもぜひ使ってみてください。さて今回ご紹介したのは G&P フルメタル電動ガンベイビーモンスターザップライテイさんからね、一応お借りしたものとなっております。これからねパドックカスタムの方をこちら施しますので、またその違いもね楽しんでいただけたらなと思います。ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。まあ今回はねちょっと本体取り扱いがないので、カスタムの方ね、ご依頼あれば随時受け付けておりますのでよろしくお願いいたします。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録高評価コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。